どうも皆さんお疲れ様です。マピーガチョウです。今回はゴールデンウィーク限定チョコマパレード新ゴマアップ回していこうかなと思います。かけら500個用意してきました。私のガチャ史上もう開幕かけら500個ある画面今まであったでしょうか。というのもですね、この5月1日までは星のかけら50個から40個で引けるんですよ。11連が、まあ、もちろん単発だと4個の商品になるんですけれども、これ要するにですね、11連のサービスもあるのでかけら160個で11連じゃなかった、55連が回せるわけなんですよ。で、500個用意してきたので、だいたい165連できるわけですよ。もう3周分できるんですよ、このサービス分11連もね。なんで、もうこんだけ用意してですね、今回この新キャラのオルスティン、シェイド、この絵、狙ってご覧だと思います。特に、シェイドが欲しいんです。この性能を見ていただければわかると思うんですが、これ編集でね、載せてると思うんですけど、リーダーである時に発動できて、7個花を咲かせるんですよ。これヨシの涙目ですね。うん。フラワーストア吉野からフラワーストアシェイドへと、そう、平成から令和に変わるような、そんな時代の流れと同時に吉野からシェイドへとバトンタッチする時が来たんですね。ということで早速回していこうかなと思うんですが、その前にこのマットパックを回しておきます。うん、このね、新調ゴマ3体も欲しいんですが、地味にティターニアの2体目とか、あとそう、サタンの2体目とか、フレイヤの2体目とか、2体目欲しい調合もあったり、あとスルトとかね、持ってないから欲しいですね。パールマティエも持ってない。お願いします。持ってない調合もあとあったかな。刹那とかも今回出るんですかね。なんか小これに移動したイメージがあるんですが、火炎始めたい人は、うん、レシマズかもしれませんけれども、私、命令はね、4体目かもしれないですよ。めちゃくちゃ命令で使われてる。いや、でも、いい流れですよ。最近のキャラクターが来るということは、今回の新キャラクターもそのまま、このままこのガチャで出てくれるんじゃないかな。よろしくお願いします。早速、もう令和一発目はね、メイレンでしたね。マツパックなんで、この11年が令和一発目の記念すべきガチャと言っても過言ではないかもしれませんね。うん。やっぱ11年でしょ。オセロニアといえば。で、ウルルンです。この通り。あれ ?S 出てないぞ。あれ なんでだ S の出現率、確か 9% とかだったはずなんですが、いや、まあ、いいでしょう。令和最初の爆死かな。いや、でもこれ、うん。爆死っていうのはね、11年ごとに言うもんじゃない。全部消化しきった後に爆死って言うもんだろう。うん。問題ない。だって、最初の11年爆死と言ってても、その次の11年で、S ゴマ出まくって、新キャラ出まくれば、それは爆死ではないわけですよ。なんで、この、今20のかけら見えたので、これをバレにしてね、22年目こそが本ちゃんよ。よろしくお願いします。シェイド、シェイド、開幕11、おー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 、2枚目、さすが 9%。マゴマは来てるんすけどね。ちょっと見た目なんかシェイドに似てるっていうか、息粉があったから、ちょっとこのバルザード。ぬか喜びバルザードが出てしまいましたが、まあ、33連目いきましょうか。でもね、S の羽振りはいい。今2体で、2体ですよ。なかなかないですよ、11年の中で2体でくってね。ほらね、虹のかけらも希望の光も、令和の開始のこの5月1日という記念すべき日を祝っているかのように虹のかけらが舞い降りてくれる、まるで流れ星です。行きましょう。はい。この1枚に全ての力を込めた結果、カルラテン。カルラテン。カルラテンなのか、カルラテンなのか、ちょっと、あれだね。うん、クラキマイみたいなイントネーションなのか、カルラテン、なんだろうな。なんか例えば思いながら、カルラテン、カルラテン、ダダダダみたいな。ダメだ、ちょっといいイントネーションが分からなかったけど、まあでもでも今ね、単発ぶれました。肌で感じました。エースの響きを。お願いします。さい、まあなかなか調合は出ないな。うん。ちょっと確認していいっすか。調合って、旧調合も出るんかな、チークフリートとか。神コレに移動した超ゴマとか、それも出るんですかね。あ、でもミヤクレルとか、刹那あるのか。そうか。じゃ全部出るわ。よし。刹那当てよう。私ね、今回カップ戦で、刹那リーダーの人と何回か当たるたびに、その度に思ってたのが、羨ましい。未だに刹那持ってないんですよね。2016年の12月とかのゴマなんですけど、これね、2年半ぐらい手に入れられてないんですよね。よろしくお願いします。はい。この11年はアイス出ませんでしたね。
まあまあ1周目なんで、まだまだこれからが勝負。はい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 、上等ですよ。全然いいんですよ。全然いいですよ。あ、全然いいとか言ってたら全然いいですよ。全員はもう持ってる。だから、全員じゃなくて、それこそシンテルのコロネと。その辺出てくれても構わないよ。よろしくね。はい、11年。まだかつて、こんな、テンポよく、一度回したことがあったでしょ。いや、意外とあった気がするな。よし、狂った。お願いしまーす。シェイド。俺と一緒に、花よ、経営しなきゃ。はっ！イタニア暗黒竜。あ、でもこれね、逆転再コインっていうのがあって、このコインが200枚貯まったら保管できるんですよ。新調駒と。そこまで回すみたいな感じですけど。そんな青天井を目指すかどうかと言われれば、まあ、ちょっとわからないところですけどね。まあでもね、さっきチラッと映ったんですが、引き直しがじゃもあるんですよ、これ。うん。なんか55回引き直しで超低確率で新調駒が出るかも、みたいな。それもあるので、まあ、そんな焦らなくていいのかなと思いますね。うん。虹のかけら、聞いたぜ。お前の虹のかけら、虹散らしましたね。パンチラみたいな感じで。アンドロメイド。いや、まあまあまあ、でも、本当にね、超ゴマの流れ来つつある。ロクタニアとか出たからな。よし、いいぞ。これ何年目だ？66年引いたのか。ん？違うな。77年引いたんで、これ88年目ですよ。こんなにガチャ回していいのか？いいんです、かけら。10個で回せますからね、虹のかけらも見えてくれた。ありがとうございます。令和パワーを感じ取っていますね。どうなんだろう？令和だろ？令和って、新調駒、とりあえず、回せば出るみたいな。出るはっ！あー！でも、いや、止まらなかったから今、あーってなったけど、これティターニア2体目だわ。これめちゃくちゃ嬉しい。よし！ティターニア、10日ばっかり使われてるイメージあるんですけど、進化もなかなかにぶち壊れてるので、これめっちゃ嬉しいですね。火炎補正の時に、代償メタでティターニア入れるみたいなのが全然ありかなと思いましたんで。やった！これは嬉しい。OK、OK、OK。まあ、オーロラとかでも代償はメタれるんですけど、やっぱ物理もカットしてくれるから、何かと役に立つんですよね、ティターニアの方がね。コンボスキルもライフバーストですし、今のは嬉しいです、めちゃくちゃ。ありがとうございます。よしよし、この流れ、乗っていこう。サタンの2体目。プレイヤーの2体目。そう。未生児ゴマだけが狙いじゃない。二体目だって強い。そう、進化と尖り使い分けられて強いのが出てくれたら構わない。あーまあ、進化と尖があるけどね。やらせるのは多分、両方持ってた気がするんだよな。さあ、二体目のサービス11連、よろしくお願いします。さっきのサービス11連では S が見えなかったので、今回は見えてくれるかな。はい。なんか、サービス11連は S あまり出ない説っていうのがないんですね。ブルッタ。関係ねえよ。普通の11年とサービスの11年。11年であることには変わりない。むしろ S 多め。はい。しかもこれ進化済みですね。あ、進化済みで出るのか。ありがたいぜ。はい。ああ、一瞬なんかシールかなと思ったんですけども、新調駒出てくれました。ありがとうございます。嬉しい。ただただ嬉しい。行こうぜ。まだまだ。こっからだろ、勝負。はーい。まあ。虹のかけら見えたからって、油断してはいけないし、見えなかったからって、そう、落ち込んでもいけない。この流れに乗っていきたいなと思っていたんですが、この11連は S 出ませんでしたね。いや、しかし、炎と2体目のティターニアが出たから、これも勝ちでもある。うん。もはや勝ちである。勝ちです、これは。なっちゃってます、それも。目当ての駒が2体も出てるんですよ。これ勝ちです。なんで、こっから先が、新調駒出なくても、持っている駒の2体目出なくても構わないぐらいの価値のレベルではあるけど、やっぱり出ないよね。ちょっと引いたらね、こうちょっとこっちからなんかそのもう勝ちみたいな宣言しちゃうと、あ、そうなんだねみたいな感じで、このなんか緩くなるんですよ、ガチャが。うん、気持ち緩くなって S 駒出さなくてもいいかなって思うことになるので、最後までやっぱり貪欲に行こうね。貪欲に出ろよ、シェイド。あと、オールスティンもね、なんか、ノイレの絵師さんかな。素晴らしい絵なので欲しいですね。性能も強いですし、ね、アンドプールなんかすばらしい。さあ、虹のかけら見たので、これは確定で、絵師が出てくれるんですよ。はい、おお、英語も多いね。英語もじゃなくて、本当に狙いは、最後のこの S 駒。最後に、あー、ライハだった。まあ。たま。残り物には服があるっていう言葉は、まあ、意外と偶然説はある。ただのジンクスだろ、その。掘り物には服が
あるのか。残り22連なんですけど。グー、舞い降りる？さらに。お願いします。OK。ブルルー。本当にエースはよく出る。おおおおお、いきなり2枚 ?3 枚 ?4 枚ちょ、待て。よし、エースはよく出ると言った瞬間これか。よし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 。オールスティン。出ました。シェイド。流れに来いよ。この流れに、オールスティン2体。しかも、エクロシアとか、あと、ロスカも引きましたね。これめちゃくちゃ神引きですね。よしよしよし。オールスティン。これ、2体目出たから、なんか将来、10日解放された時に、うん、取っとけますね。ありがとうございます。よし。で、これは、進化後に出ているから、多分、スキルもマックスの状態なんでしょうか。多分そうだと思うんですけど、まあ、嬉しいですね。さあ、最後のサービス11年。サービス、サービス、シェード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 、シャムシェード、壊れる方を愛しても、何分の1も伝わらない。はい。シャムシェード、あ、いいよ、いいよ。あと、せめて、1枚。うん、ヘラクレスか。まあまあ、いいだろう。いいだろう。最初に、いや、最初じゃなかった。なんか、122連目っていうのは、121連目か。あたりから言ってたんですが、今回、勝ちです。これは。勝ち。勝ちなんですよ。しかも、引き直しガチャもある。ただ、まだまだね、シェードを狙えるチャンスはあるんですよ。で、今回の結果なんですけど、もう相当引いたな、これ。相当引いたんですが、S はよく出てくれましたね。まあ、バルザードから始まって、いや、マツパックのメイレンから始まったのか。うん。メイレンから始まって、で、最初の11年は S でなくて、まあ、ティターニアの2体目、そして、コロエ、そしてオルスティンが出てくれたので、かなりいい引きなのかなと思います。シェイドは、またこれ動画分けようかなと思うんですが、引き直しガチャで狙っていこうかなと。引き直しガチャはですね、なんかこう、雑談メインにゆっくりやっていこうかな、みたいな、そんなガチャになる予定です。なんか去年の、そう、煩悩ガチャみたいなのあったじゃないですか。ジョヤの鐘。あんなテンションでやっていこうかなと。でもまあなんか令和に入ったことですし、最近私一人暮らし始まったんですけれども、それに対してのなんか抱負とかを語っていくようなガチャをしたいなと思っておりますので、そちらもぜひチェックしてください。まだ上げてないと思うんですけどね。とりあえず今回はチョコバパレード165連、回してみました。いつもね、なんか、まあ、明日にしても110連とかで抑えるんですけど、今回は165連引いて正解だったなと思います。オールスティンが出たのでね。でも良かったです。皆さん、この情報パレード回しましたでしょうか。ぜひ5月1日中に回すといいですね。かけらが、まあ、11年回すためにね、50個から40個になっているということなんで、すごくお得で、しかもエースの出現率も良くて、新キャラはレベルマックスで出てくれるので、ぜひぜひ、皆さん、情報パレード回してください。そして狙いのコマ、出たとか出なかったとか、なので回しましたとか、ありましたら、よろしくお願いいたします。そしてこの動画が面白かったという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。令和になっても皆さんどうかよろしくお願いします。では、この辺で終わっておきます。ありがとうございました。お疲れ様です。